笹山市議会だより2016年第72号です。 さ山市議会だより2016年4月第72号をお届けします担当はひまわりです表紙の写真は平成28年3月4日に実施した地方公会計制度に関する研修会の様子です少子化定住促進対策特別委員会市長へ報告書を提出しましたさ山市市議会では 平成26年10月2日に特別委員会を設置し1年半にわたって少子化人口減少問題について調査研究を行ってきましたそして今年3月4日にその調査結果をまとめ市長に提言を行いました提言1笹山版地区別カルテを導入し地区それぞれにきめ細かなフォローを調査分析 篠山市で実施している篠山に住もう帰ろう推進事業の効果について検証した結果特に定住促進を図る地区である定住促進重点地区において幼児の数が若干増加するなど施策の効果が現れている可能性を確認しました一方で定住促進重点地区以外においても少子化高齢化の課題を抱えている地区もあり19% 旧地区それぞれに課題があることを確認しました。課題、現在、地区ごとの状況に応じたきめ細かな施策の展開はできておらず、地区ごとの課題を洗い出す必要があります。提言、課題の解決に向けて島根県で行っている地区別カルテの取り組みを提言しました。この取り組みは、地区ごとに将来予測人口と 定住人口目標を立て、それを達成することにより、将来人口がどのように変化するのかを一目で見ることができるカルテを作成し、住民自らが地区を分析するツールとして活用するものです。提言に、産、官、学、民の力を結集した子育て、移住者応援団の仕組みづくりを、調査、分析、笹山市で取り組んでいる各施策においては、 複数の部署にまたがっていることにより、責任の所在が分かりにくくなっている施策があることが分かりました。また、調査を通じて、官民の意識差や子育て世代の多様なニーズを確認しました。課題、施策を統括するとともに、官民の意識差を埋め、住民の多様なニーズに対応できる組織づくりが必要です。提言、 少子化対策、定住促進対策は、多様なニーズとともに、ニーズ自体も変化するといった時代性を求められる施策であり、産、官、学、民の連携は欠かせません。行政における複数部署の情報共有の強化はもちろん、笹山暮らし案内所や、機関も、結婚相談所リングの機関も、民間事業者と連携することにより、 多様なニーズに対応できるようになります。そこで子育て王国総社を掲げた岡山県総社市の取り組みを視察し、参観学民が集う実行委員会方式の組織により、それぞれの得意分野を活かして多様なニーズに対応されている事例を参考に、参観学民が集い、子育て応援を包括的に考える仕組みづくり、 応援団の結成を提案しましまた提言3能ある暮らしへのニーズ対応で定住促進を調査分析篠山市の土地利用は駅前周辺地区に新しい住宅が次々と建設される一方市全体としては過疎化高齢化が進むとともに空き家と耕作放棄地が増えていることを確認しました。 一方で宅建業事業者や笹山暮らし案内所との意見交換から笹山で少しの農業を楽しみながら生活したいという農ある暮らしのニーズがあることも確認しました課題本格的な収納を前提とした農地法の壁により農ある暮らしのニーズを満たす物件家と家庭菜園程度の小規模農地は十分とは言えない状況にあります 提言空き家と耕作,作放置地の課題を抱えている地域において住宅に隣接する小規模農地を耕作するといったライフスタイルのある暮らしを実現するための新たなルール作りの必要性を提言しました具体的には市が取り組んでいる里づくり計画中の暮らしのエリア 里づくり計画中の暮らしのエリアや集落地域において地域の合意をもとに農地の貸借や取得に対して一定の規制緩和を行うことにより能ある暮らしを供給することが可能となります笹山の原風景の保全に配慮しながら空き家と耕作放棄地の増大を防ぐため検討を開始するよう提言しました 提言4。子育て世代の声を聞く今時のツール活用を。調査分析。笹山市の転出入りの状況や施策の効果を調査分析する中で、子育て世帯にとって経済的支援施策は居住地を選択する要素の一つにある可能性があることを確認しました。笹山市の子育て世代は笹山の自然に魅力を感じています。 一方で、遊ぶ場所が少ないとも感じており、人の集まりがあるという条件を満たした、子供を連れて出かける空間も必要としていることが分かりました。加えて、一時保育や働く場、買い物など、日常的な生活上の要望が細かくあることも分かりました。課題、子育て世代は子供を連れて出かけるところとして、人が集まっている場所や、 イベント情報をタイムリーに求めていますが、情報を入手する手立てがあまりない状況です。また、子育て世代の細かな要望を吸い上げるツール、機械、仕組みが少なく、声を出しにくい状況となっています。提言、子育て世代の声を吸い上げるとともに、求めている情報を届けることは、子育て世代に選ばれる街となる第一歩と考えます。 そのために子育て世代がアクセスしやすい双方向性の情報発信ツールの整備が効果的であり、行政が中心となって、ポータルサイト、スマホアプリなどの立ち上げや、プラットフォームとなる場、意見交換の場づくりの創設を検討するべきと提言しました。提言後、町ぐるみで実感が湧く子育て支援を、調査分析、 子育てサークルとの意見交換において、お金の補助は生活費に回ってしまう。二人目の不出産に対して経済的な壁があるなどの意見や、市の事業や子育て環境に対して求めている支援など、様々な内容を確認しました。なお、遊び場に対する意見が多くあり、子育て環境づくりの必要性も確認しました。課題、働く場の支援や、 経済的な支援を必要としている実態は把握できましたが財政的な制約もあり十分な支援策を講じることは難しい状況ですまた貯蓄ではなく消費に回るような支援が望ましいと考えますが現在そうした支援は実施されていませんこうした状況も踏まえ行政だけではなく地域全体で子育て支援をしていくことが必要です提言 より実感が湧く支援策が効果的である中子育て支援ポイント付与制度や子育て応援事業制度子育て応援事業所制度子育てクーポン券発行などの町ぐるみでの支援を展開するべきと提言しました読み手は今泉清美でした。地方都市のリーダーダを目指して、 平成28年度当初予算です財政再建に取り組みつつ世界に輝く笹山の時代を目指し能と創造や日本の原風景として誇れる土地利用と景観保全ふるさとの森や川の再生と生物多様性に取り組むための事業で編成されている平成28年度笹山市一般会計予算を含む10議案が計上されました。 審査については、予算特別委員会、吉田博明委員長を設置し、総務分教、民生福祉、産業建設分科会による質疑が行われた結果、すべて原案可決しました。予算特別委員会での主な審査内容をお伝えします。一般会計、学校教育充実事業、1億3511万円。 質問篠山東中学校や丹南中学校で実施している反転授業について全質的に進めていこうとしているのか答弁反転授業については授業の前に DVD 等で予習を行うことにより授業に見通しを持って臨むことができその効果は現れていると考えるただし授業に見通しを持たせる方法は 他にも考えられることから全校で実施することは現在考えていないが希望する学校については指定研究事業等を活用して支援していきたい放課後児童対策事業1億3329万円質問岡野の,の児童クラブは夏休みになると利用者がとても多いと聞いているが今後に向けた考えはあるのか 答弁丘の周辺の校区には笹山幼稚園や玉水幼稚園丘の幼稚園に加え私立認定こども園として笹山こども園と富山こども園が開園している幼稚園の統合が行われることになれば空きの幼稚園施設も出てくることからそうした施設の活用も考えられる将来的には 児童クラブも含めた幼稚園の配置計画を総合的に考えていく必要がある会計管理費158万円質問資金の運用におけるマイナス金利の影響はどうか答弁現在最低現金は定期預金で運用し基金は定期預金と債券で運用している 今年度も兵庫県住宅供給公社債の購入時期を迎えており提示予定の金利を確認の上公金運用検討委員会で購入方針を決定する予定にしているただし昨今の状況を鑑みて購入額を減額することも視野に入れている「ノート創造推進事業14万円」質問「ノート創造計画策定の進捗状況は?」 答弁審議会において1年間にわたる議論の結果3月中に答申をいただく予定となっている答申をもとに市で案を検討した上でパブリックコメントを実施し6月を目途に策定したいと考えている老人クラブ女性事業1235万円質問老人クラブについて 何年も前から会員数が少ないと聞いている地域のコミュニティのために必要であると考えるが対策はあるのか答弁老人クラブ以外で個人で趣味的な活動やボランティア活動をする機会や人が増えている一方で地域での支え合いや介護予防事業を展開する中で老人クラブは重要であり自治会やまちづくり協議会と連携し 高齢者が地域でで集え、活動ききる居場所づくりを進めていきたい。ま町づくり活動推進費5,430万円質問定住促進支援のための地域づくり交付金について具体的にどのような事業に交付するのか答弁地域や集落が主体となった定住促進対策の取り組みに対して 10万円ずつを交付するまちづくり協議会に交付するのか単位自治会に交付するのかについては検討しながら進めていく景観形成事業708万円質問丹波篠山ロマン街道の事業目的は何か答弁篠山の魅力を市民へ浸透させるとともに 地域活性化に結びつける仕組みづくりの一つとしてルートを設定していくその上で「ロマン街道」のパンフレットや道標案内図版等も整備し観光や景観まちづくりに資するものにしていきたい「国庫補助道路整備事業1億9,430万円」「質問指導大沢新クリスの線について」 弁天街道とつなぐ計画はどのようになっているのか答弁平成27年度に都市計画道路の見直しを行った結果トンネル工法による整備を図ることとしている財政的なことも含め実施時期等の詳細は未定である生物多様性推進事業429万円質問 丹波笹山生きもエ48」について具体的な取り組み内容は「答弁多くの個性的なアイドルが集まった AKB48 にあやかり丹波篠山生きもエ48として本市に生息する多くの個性的な生き物を保全していく市内の小学校6年生へのアンケート結果を参考に選定していきたいと考えている」。 その上で例えば水路工事を実施する場合に生き物の生息環境に応じた広法で行う仕組みづくりや生き物を工事の前に退避させるといった仕組みを町内の関係各課や事業者市民に浸透させていくことモデル地区を作り観察会や生き物の生息環境を整える工事を実施すること等を考えている。 観光まちづくり推進事業45万円質問外客誘致推進事業の取り組みの方向性は答弁副市長をトップとする検討会を設置しどのような客を誘致するのかを検討している対象となる国を絞って取り組むのか旅行形態を絞って取り組むのかについては今後検討していくが笹山においては 個人や小グループをターゲットにしていくのが良いのではないかと考えている。下水道事業特別会計。公共下水道管理費2億3987万円。質問。公営企業会計へ移行するメリットは何か答弁。平成32年度までに移行するよう国が全国の自治体へ要請しており。 平成31年度までに移行を行をう場合、国から財政支援措置を受けながら移行業務に取り組めるメリットとして下水道施設を恒久的な財産として維持していく上で固定資産の情報を整理し減価償却費を数字化し経費として計上することで経営情報をより正確に把握することができるまた適切な経費をもとに 料金算定を行うことができる加えて全国的に移行が進めば決算内容等について統一的に他の団体と比較が可能となる介護保険特別会計権利擁護事業55万円質問高齢者虐待の防止については人権推進課との連携も必要となるがどのような連携を考えているのか。 答弁、高齢者の人権だけでなく消費者被害や虐待認知症の問題も含め人権推進課と情報を共有しながら高齢者対策に取り組んでいきたい。議案第10号篠山市空き家等の適正管理及び有効活用に関する条例の一部を改正する条例。議案は、 空き家等対策の推進に関する特別措置法平成27年5月から施行において自治体の権限が法的に位置づけられ税務情報の利用や調査権の付与対策費用に対する補助制度や税制上の措置が講じられるようになったことに伴い空き家等対策計画の作成や対策の実施等を審議するため 市長の付属機関として篠山市空き家等対策審議会を設置しようとするものです産業建設常任委員会では解体工事を実施されない場合は市が率先して解体を行うべきではないか対策計画において空き家の増加を予防する仕組みも検討していくのか等の質疑が出され補助金制度の活用を提案してもなお 応じていただけない場合は行政代執行をし費用を所有者に請求することとなる空き家の有効活用についても協議していただくとの回答があり全員賛成で可決しました本会議でも全員賛成で可決しました議案第十三号笹山市立旗スポーツ施設条例 議案は並行となった畑小学校のグラウンド及び体育館について地域の活動拠点としてだけでなく子どものスポーツの活動拠点としても活用できる社会体育施設として整備運用するために新たに条例を定めようとするものです。総務文教常任委員会では整備計画や利用方法管理方法等の質疑が出され 子どもたちが思いっきりサッカーができる環境を整えたい平成28年度内の整備完成を目指している基本的には地域で管理と利用をしてもらいながら教育委員会と連携しサッカーやその他にも使ってもらえるようにしていきたいとの回答があり全員賛成で可決しました本会議でも全員賛成で可決しました 発議第1号水道施設耐震化の推進に対する支援の充実・強化を求める意見書産業建設常任委員会では水道施設の現地調査を実施するとともにこれからの水道施設の維持・管理について調査を行いました水道施設の耐震化に関する本市の状況は次のとおりです 予想される大地震等に備えるためにも計画的緊急的な耐震化が必要広域連携の強化も求められている平成32年度までの等配合等を含む市内の水道施設の耐震化率は一日あたりの処理能力で換算すると32.3%となる基幹管路は29.9% 全体の管路では4.3%にとどまっている老朽化の更新をしながら耐震化に取り組んでいる国の財政措置が拡充されれば計画的な取り組みの方向が見えてくるこうした状況を確認し協議の結果国に対する意見書を提案することにしました本会議でも全員賛成で可決し意見書を関係省庁に提出しました 読み手は増井彩子でした活発な補正予算審査総合戦略推進事業や中山間地域等担い手収益力向上支援事業等平成27年度篠山市一般会計補正予算第7号を含む旧会計の補正予算旧議案が計上されました。 審査については、補正予算特別委員会、その田より子委員長を設置し、総務文教、民生福祉、産業建設分科会による質疑が行われた結果、すべて原案可決しました。ここでは審査した主な内容をお伝えします。一般会計、学校教育総務費、146万円減、 質問。自転車保険加入補助金の交付率が30.8%と低いが対策は答弁。年度初めの PTA 総会の機会等を活用して啓発を行っていく。平成28年度は交付率を上げていきたい。灌漑保育運営事業。936万円。質問。 灌漑保育施設の利用者が大幅に増加しているのはなぜか、答弁、勤務先の関係による事例が多い、市内での途中入園が困難な状況から、勤務先近くで入園される方が増えていると考える。入浴税、927万円減、質問、 草山地区で一つの温泉施設が休館しているが、他施設の状況は答弁。草山地区では2施設のうち1施設が休館したことにより、一方の施設利用者は増えた。その他の施設では日帰り客が減少傾向にある。総合戦略推進事業。4804万円。質問。 駅中ナカイノベーションラボの人材を広く募集すべきではないか。答弁。神戸大学のほか、移住し、起業している若者や、大阪で活動している NPO 等を構成員に含めた設立準備委員会を立ち上げて検討している。健康増進事業費352万円。質問。 がん検診の受診者が増加しているが、発がんのピークは何歳頃か。答弁、子宮頸がんは30歳、乳がんは40歳から50歳である。質問、今後の取り組みの方向は答弁、若い世代への胃がんリスク検診や中学生に対するピロリ菌検査を行い、胃がんゼロの町を目指す。 災害対策費給付金605万円。質問。給付金の使途は決めているのか答弁。平成26年度のボランティアバスの運行は二台にとどまっているが、まずは被災地へ行っていただくことに活用していきたい。市営住宅管理費1698万円減。質問。 弁護士へ委託しても回収できなかった額は、答弁、約900万円が未回収見込みとなっている。中産間地域等担い手収益力向上支援事業補助金、1199万円。質問、目的である収益力を3年間で10%向上できなかった場合はどうなるのか。答弁、 三年間の計画に基づいて取り組む必要があり、達成に向けて市が指導していく。計画に従わず何も取り組みが行われない場合は助成金を返還してもらうこととなる。DMO 準備事業、千二百七万円。質問、DMO でどのようなことに取り組んでいくのか。答弁、 これまで観光政策においては、観光情報の提供にとどまり、実際にツアーの提案ができていなかったことも踏まえ、ツアーの企画や販売、マーケティング、事業精査を行える団体を目指していく。国民健康保険特別会計。質問。医療費のうち入院費用が伸びているが、どのように考えているのか。答弁。 県下ではそれほど伸びておらず想定以上である。高齢者の割合が高くなったことにより入院患者が増加していると考える。一般質問。3月定例会で4会派と9人が登壇。市政に対する質問と提案を行いました。代表質問。政覧会森本富夫議員。1 地方都市のリーダーとなるには、質問、平成28年度市政方針において、地方都市のリーダーとなることを宣言された。日本遺産の認定や、ユネスコ創造都市ネットワークへの加盟により、飛躍発展の機会を得られたと考える。これらを活かし、市民自らが積極的に取り組める施策が必要ではないか。 答弁。アイデアを募集し審査方式で日本遺産の PR や独創的で先進的なアイデアに対する補助を行い市民自らが実行していただく取り組みを進めていくまた市・日本遺産推進協議会のワーキンググループにおいてアイデアを出し合い市民と一緒に日本遺産の町丹波篠山を進めていく 2. 環境創造型農業農村の推進について質問環境創造型農業農村づくりへの推進が示されたことを評価しその取り組みについて問うブランドのさらなる向上を目指すとあるが農業所得の増加につながるのか答弁ブランド力を高めることにより 収入に結びつくと考える質問。農薬や化学肥料の使用量削減について、関係機関の同意は得られているか関係機関の同意は得られているのか答弁。JA や農業改良普及センターとも定期的に協議を行い、薬剤の選定を行っている。質問。 農家への支援等政策的な誘導が必要ではないか。答弁。原農薬や原化学肥料などの環境に配慮した農法によるブランド価値の向上により農家にメリットがあるよう取り組んでいく。3. 企業誘致、農耕団地の活用について。質問。犬会、初田地区内、農耕団地について。 企業誘致の可能性はあるのか答弁問い合わせがあり現地を案内することもあることから今後誘致につながる可能性はあると考える平成28年度に条件整備を計画しており引き続き企業誘致の PR に取り組んでいく質問篠山市の玄関口の一つである 笹山口駅に隣接することから、商業や住宅用地として積極的に活用すべきではないか。答弁。今後、犬会発田地区企業誘致推進連絡協議会や地域との協議を行う中で、提案も参考に対応を考える。質問。市道大沢新クリスノ線に接続する都市計画道路の 西吹大沢新線の未整備区間を整備し、利便性の向上を図るべきではないか。答弁、山を横断する400メートルの区間が未整備であるが、南北連絡軸の強化により、利便性の向上が図れることから、全区間の計画を存続し、トンネル化による整備を適切な時期に事業を執行できるよう検討したい。 精神の会上村充議員1平成28年度施政方針について質問定住促進については定住促進重点地区の見直しも含め篠山市全体での見直しが急務である一定の効果が出ている地区への継続支援の必要性に加え 効果の低い地区への政策が必要と考える。また、重点地区以外の人口減少が著しい地区においては、どのような対策を実施していくのか。答弁、人口の減少率や高齢化率、駅からの距離等の指標に基づき、重点地区を指定しており、各地区の状況を見極めながら見直しを行っていきたい。 今後も定住するきっかけづくりとなる重点地区における住宅助成をはじめ市内全域を対象とした住宅助成等によりふるさと篠山に相撲回廊運動を積極的に推進していく特に自治会を単位として地域とともに定住促進対策に取り組んでいきたい質問新しい組織体制について 政策部に設置される創造都市化企業戦略係や創造都市推進係、外客誘致を目的としたート創造部商工観光課内 DMO 準備室の新設は大変重要な使命感を持って望まなければならないことからエキスパート雇用も必要ではないか。また、観光協会との連携に対する考えは 答弁。「新しい事業を展開するとの決意に加え市民に対する新しい取り組みへの期待とイメージの一新を狙ったものである」「人員体制として正規職員の増員を予定しており DMO 準備室には専属の正規職員や民間において観光を推進してきた経験者と 外国語をを習熟したものを配置するる。予定である観光協会や商業者との連携が必須となることから観光まちづくり協議会・歌唱を立ち上げ合意の形成と外客受け入れの仕組みづくりを行っていく質問職員の人事評価を本格導入するにあたり評価方法はこれまでと異なるのか答弁 仕事の進捗を確認することにより業務の在り方の改善につなげていく気づきを与えて人材育成につなげることを目的としている2古民家バンク登録制度の創設を質問放置空き家対策から一歩踏み込んだ空き家にしない政策が必要であり古民家バンク登録制度過少を提案する 答弁、事前に売却や賃貸等の意向を確認しておくことで活用や適正管理への対応がスムーズに行えるのではないかとの提案であると認識するが想定される課題等を踏まえた上で仕組みを含めて調査研究したい読み手は倉橋涼子でした。講師会木戸貞和議員。 子育ての第一義的責任を果たせる社会づくりに向けて、質問。現在、本市においては、若者の定住促進を目指して、様々な定住促進施策を講じている。その中で、定住促進重点地区に対し、保育園、幼稚園の実質無料化施策を実施している。また、 市全体としては平成28年度から新たに病児保育事業の実施を予定するなど親が子供を預けて働く環境の整備が進められているその一方で子供を家で育てたいとの思いを持つ家庭への支援は進んでいない親は子育てへの支援を求めており手厚い支援を行えばそちらへ誘導される傾向がある 実際に保育園幼稚園の実質無料化対象地区においては一気に園児数が増え今では入園できない子がいる状態となっており結果としてバランスを欠いた施策になっているのではないかと考える市として子どもを預ける側に誘導する施策だけでなく家で子育てするための支援も充実させ 両者がバランスよく存在するように支援のあり方を検討すべきではないか答弁本市では預かり保育児童クラブの拡充や子ども医療費の無料化定住促進重点地区における保育園幼稚園の実質無料化新築改築への助成 市営住宅への子育て優先枠などさまざまな施策を講じている平成28年度は病児保育施設の開設に加え園児数が増加した城東保育園の増築を予定している子育ての環境は各家庭の事情によって違い市としてはニーズに応じた支援策を講じているものと考えている みんなで支え合う公共交通政策の実現に向けて質問平成28年度の施政方針において今後の公共交通政策についてその在り方を平成28年度中に示すとしている1課題が多い現在の公共交通について将来像をどのように考えているのか答弁 乗り合いタクシーや地域住民主体の有償運送事業により地区の中心施設に利用者を集めそこから市街地に向けてバスが幹線道路を走るという姿を考えているそれによって病院や買い物に行きたい人が不便さを感じることなく生活できるようになるのが理想的と考える2 公共交通の在り方の検討については議論の過程を公開し市民に開かれた会議方式にすべきではないか答弁町内プロジェクトチームでアイデアを抽出している途中段階であることから会議を公開するのは望ましくないと考えている公明党住田正治議員 笹山城跡の石垣復元工事を迅速に質問1観光面への影響からも整備を早く行うべきではないか答弁長い歴史の中で修理工事が行われていることを念頭において国県に対し史跡整備にかかる補助を強く要望していく2 西堀・南堀等の竹林対策を含めた環境整備を早急に進めるべきではないか。答弁町並み保存会からの要望を受け平成26年27年度に竹林伐採を行い景観に配慮した取り組みを実施した引き続き笹山篠山東雲高等学校の協力を得ながら年次計画的に環境整備を行っていく。 ポイ捨て抑捨てへの抑制効果がある旗中大書作成の看板を笹山警察と連携し要望のある箇所に設置してはどうか中大書が作成された看板は睨み目が強調されてインパクトがあると 共に中大署名の表示を行うことで抑止効果を上げている笹山警察の協力を得ながらインパクトのある看板を作成し不法投棄やポイ捨て防止に努める外国人ホームステイの拡充異文化に対応できる子どもたちの育成質問1現在行っている わわらわら市だけではなく、海外他市からもホームステイを受け入れてはどうか。答弁、姉妹都市締結を行った都市とは交流事業の一環としてホームステイによる交換留学を実施したい。2、子育てふれあいセンター等で外国人教師を交えたお遊びタイムを実施する等、 異文化に対応できる子どもたちの育成を行ってはどうか。答弁。利用者のニーズを把握しながら実施について検討していきたい。兵庫医大笹山医療センター本院にヘリポート新設の要望を。質問。救急医療体制を充実させるために。 兵庫医科大学笹山医療センター及び本院のヘリポート整備が重要と考えられていることから設置の要望を望む答弁笹山医療センター等病院に隣接するヘリポートを新設することは救急医療における有効な手段の一つと考えられることから今後馬車は設置方法について検討したい 自殺対策の推進を質問「国において自殺対策基本法が改正されることに伴い本市においても条例を制定し計画を立案していく必要があるのではないか」答弁「本市における自殺事例の傾向や特性などを把握し予防施策に反映していく取り組みを行っている」 自殺対策計画については国の指針や県の計画策定の動向を見ながら本市としても策定に向けて検討する条例制定は検討課題とする個人質問です吉田弘明議員文化を生かしたまちづくり推進のため 文化芸術振興条例の制定を質問本市には史跡笹山城市をはじめとする多くの文化資産が存在しそれらを生かしたイベントや文化芸術活動も盛んであり日本遺産認定やユネスコ創造都市ネットワークへの加盟も認められた今後は貴重な伝統文化の継承に加え 新たな文化騒動によるまちづくりが重要と考えられるそのためにも仮称文化芸術振興条例の制定や振興計画の策定を行いさらなる文化芸術振興のための指針や方策を示すべきではないか。答弁全国都道府県教育委員会会会連合会総会において 日本遺産は文化財という観点だけでなくお祭りや風土言い伝え等を次の時代に残していくべきものであり観光と結びつけることもできるさらに子どもたちがふるさとに対する誇りを持てるとの文部科学大臣の話があったそれと同様に点在する文化芸術資産をまとめ上げ継承していく仕組みを作り 市内外に新たなパッケージとして PR できるよう条例及び基本施策の策定提案と受け止めている日本遺産の町として先人の手によって培われてきた笹山文化をさらに魅力あるものとするため条例制定の必要性を認識し前向きに検討していく 園田よ子議員女性消防団員について質問国は男女共同参画の視点を取り入れた防災体制の確立により地域における消防団の充実強化を図っている市においても地域の防災力をさらに向上させるために 女性消防団入団への働きかけを進めていくべきではないか。答弁。条例上は任用資格に男女の別はなく、現在、定数より40名が欠員となっている消防団員を補充するためにも、女性消防団員の役割分担等を消防団と協議していきたい。 スマホ依存への取り組み質問スマホ依存者が増加していることからスマホ依存の危機意識が市内全域に広がるよう条例を制定してはどうか答弁まずは家庭での取り組みが重要である平成28年度から市内全校において実施するコミュニティスクールを 情報モラルに関する議論や解決方法を地域と学校が一体となって考える場としている青少年自ら積極的な取り組みを推進するとともに地域一体で決めたことを守っていくことを重点に進めていく市役所内にハローワークを質問市役所の日曜日会長に合わせて 篠山内にハローワーク出張所に開設してはどうか。答弁「ハローワーク」に問い合わせたところ本市では必要性が感じられないとの返答であったが提案を生かし試験実施をお願いしていきたい読み手は森口浅江でした小畑正行議員篠山市の兼業農家さんが 兼業として続けていける支援について、質問。兼業農家が営農を続けるにあたっては、米価の課題があるが、その解決方法として、環境配慮型の栽培方法を展開する必要があるのではないか。答弁。食味が上がることにより、販売価格も高くなることから、農協や農業改良普及センターと連携しながら、 栽培方法を検討していきたい。コストダウンのためにちづくり協議会単位で取り組める営業組織を提案していくべきではないか。答弁、集落営農組織設立の推進やその組織を対象とした機械導入に対する補助制度の充実を図っている。地区全体に広げた 大きな組織づくりも必要と考えており、地域に応じた集落営農組織の設立を支援していきたい。兵庫県立笹山篠目高等学校への支援について、質問。笹山篠目高校は、農と笹山にとって必要な学校である一方で、定員割れによる廃校も考えられる。 市として支援策を講じていくべきではないか。答弁。地域との連携や全国的な多くの活躍は市民の誇りである。それにもかかわらず、所在地などの関係により生徒が集まりにくくなっている。通学や笹山市の中で活躍できるような支援策について学校や議会とともに検討していきたい。 渡辺博道議員すべての子供が健やかに成長できる環境整備を質問大山地区において幼稚園の保育室は部屋の区切りが不十分で静かに保育できる環境ではない支援を必要とする子供に配慮すべきである答弁日常保育と支援の必要な子どもたちに対する課題である 保育室間の音漏れについては早期に遮音壁設置等の対策を実施したい預かり保育を利用する幼児の増加が見込まれるため地区内においてサービス提供を行うべきではないか答弁幼稚園舎を利用すれば平成29年春の開始も考えられるが 実施場所は地域と協議していきたい「笹山らしい小さな拠点づくりを具体的に進めよ」「う。質問」「市総合計画や都市計画マスタープラン総合戦略案に掲げている小さな拠点づくり19のまちづくり地区による地域づくりについて具体的な取り組みが見えない」「答弁」 空き施設などを活用してて進めている。小さな拠点の中核施設整備状況は地区によって差がある特に大山地区は他地区と比較して住民活動施設が不十分ではないか答弁大山地区にはコミュニティセンターのような施設はないが大山小学校ふれあい館等 複数の施設を効率よく活用いただいており大きな問題はないと認識していた指摘も踏まえ可能な対応方法を検討していきたい奥戸井水進議員平成28年度施政方針質問今期市内の小中学校においてインフルエンザ罹患により多くの学級学年閉鎖措置が取られた 予防接種を受けたが、罹患したケースもあるように、インフルエンザワクチン接種は感染を防ぐ効果よりも感染したときの重症化を防ぐ効果を期待して行われているものである。学校での蔓延を防ぐため、接種者に対し、予防接種を受けたから安心してもよいというわけではなく、手洗いやうがい等の予防が必要であることをしっかりと、 周知徹底する必要があるのではないか。答弁「市内各学校園でのインフルエンザ等の蔓延を未然に防ぐ目的で平成24年度から3か年計画で加湿器を各教室及び保育室に151基設置し3年間ですべての学校園に完備した。また各学校園において 保険頼りなどでインフルエンザの予防について子供たちや保護者にお知らせするとともに、学校園生活においては、うがい、手洗いの励行やマスクの着用等を指導して、園児、児童、生徒の健康管理に努めている。なお、予防接種は任意であることから受けることよりも支援に重点を置いて広報を行っており、今後は予防についての内容もしっかりと周知していきたい。 その他質問事項音羽園の跡地利活用について「栗山泰造議員農業機械作業講習会の設置を望む」「質問国の調査によると全国における平成25年の農作業死亡事故発生件数は350件であり 本市においても作業中の事故が多発している。不慮の事故により農業が続けられなくなることを防止するためにも農業者の安全確保はとても大切である。事故の防止に加え農業の担い手育成や農地の保全活用の観点からも農業機械作業についての講習会を実施するべきではないか。答弁。 農と笹山を目指す市として広報など様々な機会を通じて安全啓発に努めていく必要があると考える現在農業機械安全講習会として JA 丹波笹山により3月にトラクター田植え機7月にはコンバインを対象として開催されておりさらに昨年11月には消防署からの要請もあって 歩行用トラクターについても開催されている。また、平成25年には、市農業生産組合協議会が事業の中で、集落営農組織のオペレーターを対象として、農業機械の操作講習会を開催している。平成28年度から実施の、歌唱丹波笹山農学校においても、市や農協が行う講習会を一括整理した上で、 機械操作のカリキュラムを用意し、農作業の安全確保について一層啓発していきたい。前田恵里子議員、平成28年度施政方針、市民の命と暮らし、農業を守る施政執行。質問、家計消費は4ヶ月連続減となっており、 消費税増税により景気がますます悪くなることに加え医療や介護年金福祉の連続解約では市民の命も暮らしも守れない。答弁「消費税の増税はやむを得ず社会保障の財源としてふさわしいと考える」「原発撤退」 自然エネルギーへの転換が必要ではないか。答弁「原発については人間が制御できないものでありその廃棄物は何万年も有害なまま残っていくことからそのような危険や大きな負担は未来の人たちに残すべきではないと考える」。日本の農業に大きな打撃を与え 農業関係者の不安を深刻化する TPP をどのように考えるのか。答弁「農業は競争になじまない部分が多くある。国民の食や自然環境文化を守るとともに災害を防止するといった国の礎と認識すべきである。多様な農家が存在し人々が暮らしていけるように配慮したい。 平成28年度、市政執行に際し、どのように対応していくのか。答弁。財政健全化を着実に進めるとともに、市民の命や暮らしを守るために取り組んでいく。具体的には、子育て、教育一番や、住みよい生活、脳と笹山にふさわしい取り組み等を行っていく。常田正美議員。 災害時における情報発信整備について質問防災無線などにより放送される情報や J アラート全国瞬時警報システムを使っての緊急地震速報による訓練においてどの程度の市民が放送を聞き行動したのかなど市民の防災無線に関する調査が必要ではないか答弁 すでに配備している機器の有効活用が肝要と考える。再度自治会長を通じて個別受信機の正しい使用方法や自治会への周知方法を啓発していく。政党ポスター掲示について質問公職選挙法には抵触しないが市屋外広告物条例に対し適当でない政党ポスターや掲示があるのではないか答弁 現在掲示されている政党ポスターの中には問題なものもあり掲示責任者に条例の遵守をお願いしている商店街の振興について質問篠山市商店街生き生き委員会より夢と活力のある生き生きとした商店街を目指す提案書が提出されてから2年が経過しているが 今後、どのような支援を行っていくのか。答弁。誰がリーダーシップを取るのかなどが決まらないために、事業は進められていない状況であるが、有志により提案を具現化するための情報交換が行われている。市としては、提案が早期に具現化するよう後押しを行っていく。 大上磯松議員。市内における水道施設の現況と対策について。質問。今後の財政計画の見通しを明らかにする必要があるとともに、企業債償還金は平成19年度から22年度に繰り上げ償還を行ったことから、36年度のピークに向けて増加していく。そうした中、 これからの水道料金に値上げは発生するのか答弁、水道ビジョンに示す通り、高料金対策繰入金や、施設を統配合して、維持管理経費等を見直すことにより、値上げは行っていない。平成38年度までは、現状の水道料金が維持できるよう、水道事業の財政健全化に努めていく。 丹波焼きから人間国宝の排出を。質問。日本遺産の認定やユネスコ創造都市ネットワークへの加盟については、本市にとって大変光栄なことである。こうした機運も背景に、丹波焼きから人間国宝を排出できればと考えるが、どのように考えるか。答弁。日本六個洋の一つである丹波焼きは、 平安時代末期を起源とし、800年の歴史を持つ日本を代表する焼き物の一つである。丹波焼きの技について、重要無形文化財指定を目的として、兵庫陶芸美術館などの協力を得ながら調査研究し、遠くない将来に丹波焼きから人間国宝が誕生することを期待している。読み手は小物妙子でした。 第103回定例会賛否の分かれた議案各議員の議案に対する賛否を公開します議案第30号平成28年度笹山市一般会計予算議案第35号平成28年度笹山市国民健康保険特別会計予算議案第36号 平成28年度笹山市後期高齢者医療特別会計予算。議案第37号。平成28年度笹山市介護保険特別会計予算。以上の議案で反対は前田議員です。林議員は議長のため評決には加わっていません。 議案第30、35、36、37号の反対討論の抜粋。市民の暮らしはどんどん厳しくなっている中、市民の暮らしを第一に安心して暮らせるように、基金も活用して安心して医療や介護を受けられるように予算を使うべきである。また、市民が人権について遅れた意識を持っているかのような 人権学習や住民学習の押し付けはやめるべきである。議案第30、31、32、33、34、35、36、37、38、39号の賛成討論の抜粋。日本遺産の認定及びユネスコ創造都市ネットワークへの加盟を果たした笹山市の第一歩目として、 限られた財源の中最大の効果を発揮していくための予算が編成されているまた引き続き財政の健全化に取り組んでいかなければならない中にあっても福祉や市民生活にも配慮された予算が編成されている委員会活動報告総務文教常任委員会 主要施策の進捗状況を確認しました。日本遺産魅力発信推進事業。事業の中核となる仮称、出館書体験館の整備は3月末の完成を目標として1月から大手前展示館の改修が進められていました。今後は青山歴史村と一体的な運営を予定されています。また、 JR 笹山口駅自由通路や市役所観光施設等において出干渉物資が流されているほか市内の名所や旧跡等50箇所に AR 技術を利用することにより映像と多言語で情報が得られる案内板を設置していくことを確認しました総合戦略の策定神戸大学との連携により 移送や福祉サービスなど地域住民の生活を守るソーシャルビジネスの立ち上げにつながることを目的とした駅ナカイノベーションラボの設置が JR 笹山口駅において進められていることを確認しました。安島認定こども園の建築本年7月に開園を控え1月末時点では当初の予定以上に工事が進んでいました。 2月から鉄骨の立ち上げが始まり、その後、屋根や壁など、本格的な建築工事へと進んでいくことを確認しました。民生福祉常任委員会、消防本部、保健福祉部の調査を行いました。消防と救急体制の現状と課題について、市民の安全・安心の生活を守る24時間警備体制の中、 高齢化に伴う救急件数増加や。庁舎の老朽化問題。出張所を含めた完全二十四時間警備体制への見直し。女性消防職員のさらなる活躍推進等多くの課題があります。特に。庁舎の老朽化問題。完全二十四時間警備体制の即実現は困難ではありますが。安全安心を守る要として。 その体制整備に取りり組む必要があります笹山市国民健康保険データヘルス計画の策定市民一人一人が生活習慣の改善介護予防への取り組みを主体的に実施することにより地域全体への健康意識を高め誰もが住み慣れた地域で自分らしく生きることで市民の健康維持増進を図ることを目的に。 策定が進んでいることを確認しました。産業建設常任委員会所管施設の調査を行いました。栗から浄水場栗からダムの現浄水能力では除鉄除満岩処理が十分に行えないことから水道水としての供給がなされていない中栗から浄水場において 機能強化による処理水質の向上に向けた増設工事の計画等を確認しました。また、栗から低空排水地では、夜間排水流量監視の方法等を確認しました。JR 笹山口駅弁天踏切本市の玄関口の一つである JR 笹山口駅の最初のお出迎えスペースに、 歓迎ムードを醸し出す観光パノラマ写真や大きなポスター上りが掲出され良い印象を感じましたまた旧町時代から改良が課題となっていた弁天踏切については踏切パネルの拡幅により歩道を新たに設置された現場を確認しましたぬくもりの里今回設置された太陽光発電設備 およびペレットボイラー設備電気自動車充電設備についてエコな取り組みを打ち出すことで施設全体のイメージアップにつなげらなる来館者の増加につなげていきたいとの意向を聞くことができました信頼される議会に向けて3月4日に日本公認会計士協会 公会計担当研究員の川口正氏を講師として招き。地方公会計制度の新展開に対する地方議会の役割と題した研修会を実施しました。すべての地方公共団体において。統一的な基準による財務書類等を原則として。平成二十七年度から三年間で作成するように国から求められている中。 チェック機能を十分に果たしていくために新公会系制度についての知識を深めました併せて市担当部署より平成26年度の決算財務書表の報告も受けました市議会として新しい制度へもしっかりと対応していくことで信頼される議会の実現に努めていきます 平成28年1月13日から平成28年3月15日受付分の陳情・要望を受けました業務委託に関する要望書「特定非営利活動法人篠山国際理解センター」「要望書東岡屋拳銃跡地整備について東岡屋自治会長」「以上2件の 要望書については市当局に対し十分に検討を加えられるよう申し入れました。街並み、桜の美しい笹山の春。いよいよ笹山市議会も四年の任期を終え、この号は今期最後の発行となりました。広報特別委員会ではこの四年間市議会だよりを皆様に読んでいただけるように。 わかりやすい紙面づくり、情報を正確に伝える紙面づくりに取り組んできました。議会だよりは市の広報詩と違い、イベント情報等が載っているわけではないので、読んでくださる方がどれくらいおられるのかと思うこともありましたが、議会だより見たよ、載ってたな、などの声をいただくこともあり、広報編集作業に大変励みになりました。 市民の皆様に呼んでもらってこその議会だよりです。今後もご意見、苦言、何でも構いません。議会にお声を寄せていただくようにお願い申し上げます。最後に皆様のますますのご健勝とご多幸をお祈りし、感謝の意を込めて今期の筆を置かせていただきます。起動。臨時会を開催します。 第104回臨時会予定。本会議第1日5月2日月曜日。議長選挙ほか。午前9時30分の開会予定です。議場での傍聴をお待ちしております。先着順28人。なお、笹山市議会のホームページでも議会中継を見ることができます。また、市役所本庁舎、ロビー、 議場前に設置のモニターにてリアルタイムのみ視聴が可能です読み手は中山妙子でしたこれで篠山市議会だより2016年4月第72号を終わります。